今回の家族散歩は滋賀県愛荘町から甲良町へ向かい、最後に日野町へ向かいました。越智旗氏の里古墳公園としてなっておりまして、コウモリ塚古墳、タヌキ塚古墳が有名です。もともとこの辺りは300基近くが点在していたらしいのですが、古墳も戦後の開墾等によりそのほとんどが消滅した状態です。まず読めへん、越智旗氏の里古墳公園、合計298。またそやろ、壊されて10基と境内7基のところで古墳公園が取れるようになったの。ちょっと分からんね。タヌキ、タヌキ塚、コウモリ、これの大森塚が、たぬき塚、15分。たぬきさんとコウモリさん、あともう一個かな。立派な看板、こんな看板なかなかない。コミでは6世紀前半頃から見られるので、いわゆる高級の一般的な構造で、戦後の石室、ほぼ水平となる。そしてこの石室は家族号として、追走可能にしたのが、横穴やから違う。このポイントでは1号、3号はこのタイプで、10号の道である。これ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 、口コミでは入れとった。ここは入れへんって縦穴やから、縦穴系 横口石室。書いてあったやん、なんかさ、位置はどれか知らんけど、よいしょ、お、靴が脱げる、よいしょ。しん、あそこまで行かれ、あ、残念しよう。そう、光るよ。あったあった。大阪城、木津川、
うん、他に他の城跡、資料上は日の城、蒲生城など城下。ああ、蒲生貞秀、片秀吉さん、超有名や。蒲生家の居城。現在では本丸の北側を中心に、それ一般の城で蒲生を現在地。ああ、もうこんな。で、どこを、うん、ここは使われた？珍しい。これ？これ当時のまんまよ。なんか再建。とりあえず神社行こうか。両橋神社。石碑が大正に